わーばー食ってたよ。いしょ、カバーにスッと入れたら糸がモンモンモンと走って釣れてくれました。食え、そのまま食え、食った、よしょ、いい感じで吸い込んでくれてね、ガチッとね釣ることができました。もったいない、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 時間がない、時間がない、時間がない、
なるへそ、なるへそな、とっさんな。ミニバスが擦れてますね。はいはい、バスね。だからこれか。
工場よっしゃ、はい、ブーンフィッシュ出たね。うぅ、ちょっといいサイズですよ。わあ、おお、うわ、タモ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 でいきます。よいしょ、おい、おい、おい、入ったねえ。上流の虫食いパス君いただきました。でかっよし、さあさあさあ、ブーンにでっかいパス来ましたよ。えい、いいサイズっしょ。これピンク色の、ピンク色の朝からずっと使ってる部分ね、ボロボロだけどこんな感じでいいサイズ来ましたよ。ほらでね、またグラスのスピニングにPラインの、1号ぐらいなんですけども、結構ゴンゴンのファイトだったけど、針をこういう小さめ強めの針にしてるんで、最後までバレずに釣ることができました。イエス。じゃあね、サイズ測って逃がしたいと思います。45だね。45アップ分でいただきました。うぅ、よいしょ、久しぶりの45アップ、ありがとさん。うえ、はいはい、改めてゾディアスのグラスのスピニングに、今日はねハイギアのダイバのリール、それに P ラインの1号ね、で針がねちょっと試しで使ってみてるんですけど、結構具合がいいんで後でまたご紹介したいと思います。じゃあね、こんな感じでまだ4月なんだけど気温もぐんぐん暑くなってきてるんで、虫パターンで探っていきたいと思います。パワーフィネスって感じの、グラスでやっておりますが、このね針がねちっちゃい割にカチッとしててね、不安なくファイトできる、こんな感じなんですよ。でこんな感じでオフセットもちゃんとできて、で中空ボディだから結構重めの針を処理してもこうちゃんと浮いているね。ここら辺がなんかいろいろ組み合わさって具合よく釣りができております。スクールバスの中に結構でっかいサイズも混じっとるから、それがねうまいこと乗せられたらラッキーって感じなんですけど、出た時はねもっとちっちゃい感じかなと思ったけど、なんのなんの、まあまあゴンブトさんでしたね。これでまだね13時とかだから、ここから夕間詰めになるにつれてどんどん良くなってくるだろうし、また魚もねあったけえなっつって上流上がってくるかもしれないから、ちょっとねダムサイトの方も巨大魚が上がってるってことで見に行きたいけど、
サイトプラスこのなんだろうな、いるであろうと仮定してこう先に先に打っていくオフサイトな釣りなんですけど、こんな感じでやってきますよ。ギズモとかでも良さそうなんだけど、ギズモの方が飛ぶしね。でもね、ちょっと買ったばかりのハブクムシ、これをね、あ、でも、うん、やっぱね、塩入りで針も重いのが背負えるっていうことで、このサイズの虫にしてはありえないぐらい